はい、えー、三沢ミサの、なるほど、株大学本日も始めていきます。今、撮影しているのがですね、えー、っと、7月14日の7時3分、ねえー、19時3分に撮影をしております。 じゃあ、えっ、ー、とですね、まあ、せっかくなんでまたね、いつも日経平均から見ていっているので、日経平均からまあ見ていこうと思うんですけれども、一応このチャンネル自体はですね、本当個人投資家の方々がですね、なんかあの、なんですかね、もう個人のト,トレードスキルを向上していくのに寄与していくと、まあそういうようなチャンネルでございますので、まあ、あの、ぜひね、見ていっていただければ幸いです。ではですね、まあ実際に見ていこうと思います。でですね、えっ、ー、と、昨日の動画でも上げたんですけれども、これなかなか、 なかなかあのレン,ジレンジというかですね、結局この高値をですね、全然抜け切れてくれてないんですよね。この部分です。この部分ですね。昨日時点でちょっと抜けるかなと思ったんですけれども、結局、陰線で終わって、で、見事ね、この日、日付で言うと6月23ですね。6月23日の高値と本当今日の高値がね、ほぼ並んでいるような状況で、要はここはすごい上値が硬いと。で、結局上がり切れてくれてないっていうのが、 まあ、っていう感じですね。で、昨日もお話しした通り、一応ですね、こう切り上げてるんですよ。えっ、ー、と、やつね、こうやって切り上げてるんで、この三角持ち合いの状況なので、上がっていきやすいかもしれないけれども、ここの上根ですね、とにかく上根をどう超えていくかっていうので、まあ判断されるかなというようなところです。まあ、例えばこういうような要線が出ていったら、まあ、上がっていくかなと。 いうような感じなんですけど、いにこんな要請出たところで、んですかね、次の高値がここなので、まあなんか、どの辺まで上がるかっていうのは目に見えてるんで、かなりトレードとしてはやりづらい状況なんではないかなというふうに思います。で、しかもね、5日線も横向き、20日線も横向きなので、まあまあまあ、どっち行くんですかね、みたいな感じです。なので、テクニカル的にも本当、なんだろう、こういう、まあほぼレンジ圏というか、まあ、こういう状況ってかなりやりづらいんですよね。なので、なんか絞ってやっていくっていう方向を、まあおすすめするというか、僕だったらそうするよみたいな感じなんです 例えばトレード戦略ですよねで。こういう場合って僕もあんまり好まないんであんましないんですけども、もシンプルにまずここ,こ,こをなんかこんな感じで超えてくれたらちょっと嗅いで見てみようかなとか、逆にこういうような三角持ち合いになっているのでな、えー、なんだろう。 下のラインですよね。切り下がっているこのラインをこうやって陰線で割っていくんだったらちょっと空売り入れてみようかな、みたいな。えー、戦略で行くと。まあ、入れるんだったらっていうことですね。まあ、空売り入れるというよりも上がるか下がるかで見るのは、ま、そういうような風に見ていくと、すごいいいんじゃないかなというような感じです。なので、もう本当に微妙なラインですよね。で、わかんないときは別にノーポジション全、ね、要はポジションを持たないというのも一つの選択肢なので、まあ、そんな風に思っていただけるとすごいいいんじゃないかなと思います。 はい。なので、なんかそういうふうにですね、なんかあの、決め打ちをしていくというような感じだらここら辺とかもわかんないんで、なんかわかんないんでとか、すごいわかりづらいんですよ。だから結局なんか、もう1、2週間ぐらい前からずっと言ってるんですけども、なんかもう、ああ、これレンジっぽいですねって言って、で、上も抜けてくれないし、なんかやるんだったら1、1日とか2日とか3日とかと,かとね、まあそういうようなトレードをしていくんだったら、まあまあありかなみたいな感じですよね。だ例えばなんか、 あの、この、この状況だったら、例えば、この日ですよね。この日は前回高値を結局超えられなかったから、例えばこれ空売りして入れてみて、で、1日目、2日目、こういうところで手じまい、3日で手じまいとかいう風にしておけば、なんか変な、あの、損にはなりづらいし、みたいな戦略。なので、例えば今日だったら、ちょっと空売り入れてみてダメだったらもう、ま、入れないけどな、入れるんだったら、ま、ちょっと空売り入れてみて、なんか次の日どうなるか。でもうそれですぐ手じまいみたいな。 みたいな感じですかね。まあ、レンジ券となんか決めつけるトレードになるんで、あんまりなんか僕は好きじゃないんですけど、まあ、とにかくこういうのあんま僕好きじゃないんですよ。まあ、そんな感じです。なので、基本的にはノーポジティションでもいいのかな、みたいな感じですね。で、なんかどうしても入れたいんだったら前回高値を、あの、超えたら、とりあえず入れてみようかな,みたいな。まあ、そんな風に見ていくと、すごいいいんじゃないかな、という風に思います。はい。 ですね。なんで日経平均に関しては結局、あの、こま、あ本当超えるか超えないかっていうので、方向性がだいぶそろそろ定まってきそうな感じではあるので、ま、あ結構ね、注目して見ていくとすごいいいんじゃないかなというような感じです。はい。ということでですね、えっ、ー、と、昨日もまた動画上げたのに対してですね、結構あの、いろんなコメントいただけたので、今日もね、またコメント返ししていこうかなというふうに思います。でですね、えっ、ー、と、これ昨日の、えー、上がった動画ですね。で、これあの、日付で言うと、これ、ええー、っと、2000、 ええ、20年4月13日まあちょうど昨,昨日ね、上がった動画になるので、ま、あこういうのね、えー、せっかくなんでコメントを残。 コメントをね、また返していこうかなというふうに思っております。でですね、コメントいただけるとですね、こうやってなんかあの、まあ、僕だったらこう考えますよみたいなところをですね、まあ、まあ、議論ってわけじゃないですけど、あくまで考え方ですね。こうやって考えていけるとよろしいのではないのだろうかというようなことをやっていきますので、ぜひね、あの、いろんなコメントをお待ちしておりますしていただければね、なんか、これはどうなんだか、あれはどうなんだっていうね、なんかあの、まあかん、あくまで考え方のところにはなるんですけれども、なんかね、えー、なんか回答していければいいかなと思ってますので、いろんなコメントお待ちしております。はい、ということでやっていこうと思うんですけれども、早速です。えー えと今日のように、まあ、今日って昨日ですね、えー、と日経平均が大きく上がっているときは連れてるが、つられて上がるものも多いかなと思います。もちろん逆もあるかなと思います。急,、えー、急落急騰日は基本、えーと、ノーエントリーが良いかと思っていますが、いかがでしょうか。まあ、急落急騰がノーエントリーというよりもだから今日、今回みたいに、だから、あのー、なんだろう、上値を完全に固めているみたいなところで、なんか結局超えないんですかみたいなところ、超、まあ、えてるんだか超えてないんだか、微妙なラインとかは、まあ、やらなくていいんじゃないかなと。 急騰急落っていうよりも、なんか、まあ、レンチ圏ですね、どっちかって言ったら、あの、なんだろ、トレンド乗ってる時要は、トレンドフォローの時って、要は、例えば、それで急騰しましたってなったら、ひたすら上がり続けるんですよ。それ、やっぱり、なんだろ、あの、なんかマグマの噴火じゃないんですけど、なんか、貝に対しての上がるっていうエネルギーがあまりにも強すぎる場合って、要は波に乗れってなるんですけど、まあ、今回みたいに、なんか、どっちつかずの場合で、別になんかいきなり上がりました、下がりましたっていうのは、あんまり当てにならないので、 これはあれですね。えっと、付け加えるなら剣、臨時券。臨時券の急騰急落。みたいな時は、まあ、基本ノーエントリーでいいんじゃないかな、と思います。ほんと僕、臨時券大嫌いなんだよな。こういうトレード、ほんと好きじゃないんですよね。まあ、一応そんな感じです。はい、じゃあ次行きます。えっ、ー、と、いつも見てます。ありがとうございます。個人的には麻雀の例えが面白く、わかりやすくて好きです。ね、ありがとうございます。もうね、いや、きっとこの人は麻雀やるんでしょうね、本当。最近、めちゃくちゃどうでもいいですけど、あのー、もともと僕、天保あのー、 まあ、あテンホっていうゲームがアプリがあるんですね。で、テンホはちょくちょく、ま、あちょくちょくっていうかですね、もう本当になんか気が向いたらやるみたいな感じだったんですけど、なんかあの、もう一個ですね、あの、まあ、ほんとにマージャンの話で、ジャン玉っていう、あのー、ゲームがあって、もうせっかくなんでやってみようかなって言って、で、なんかあの、今、昨日からちょっとやり始めて、なんか三時間ぐらい昨日ぶっ通してやったんですけども、なんか、 いい感じに、あの、守備重視の打ち方になってきたな、みたいな。あの、なんか、チャートに出るんですね、こうね。なんか、あの、攻撃防御、うん、あとなんだっけな。なんか、みたいなあ。速さか。速さみたいなのが出て。まあ、なかなか、あの、打点はないけれども、とにかく防御がすごい、みたいなね。なんか、そんなデータが出てます。まあ、そんな感じで、もしね、やってる方いたら、ぜひやりましょう。あ、まあ、その話はどう、いいとして。えっ、ー、と、質問ですが、と。えっ、ー、と、3885を買いましたよ、と。で、えー、5日戦が20日戦すれすれで上昇して開始して、さらに高値か1400円の壁を超えたので、 このタイミングが良かったのでしょうかというような感じですね。まあ、せっかくなんでまた見ていこうと思います。えっと、まあ、あの、あれなんですよ、僕、これほんと一切予習してないので、あれですけど、あ、これ、あ、ここで買ったらいいんじゃないですかね。ここで。これ買いました。とだから、あの、まあこれでも超えたうちには入んないんですけどね。こういうのね。まあだから、あの、これを覚悟でやっていくのは全然 OK なんですよ。この、1400円という壁があります。まあ確かにちょいと、ちょいと超えてますよね。 で、ちょいと超えてるって言っても、こんなの越えたうちには入んないので、それはそれでかなり微妙かなというところではあるんですが、まあ、すごい重要なのは、これ、20日線にこれすごい支えられてる部分なんですよね。二十20日線にすごくすまあ、ここも支えられてるし、この辺も支えられてるし、なんでこういうふうに支えられてるっていうのを確認してエントリー。で、なおかつ5日線20日線を右上向いてるから、こういうタイミングで入れていくっていうのはいですね。 全然ないです。で、損切りするんだったら、もうとっとと損切りしちゃえばいいので。で、上がってってくれたので、まあまあ、結構いい感じのトレードなんじゃないかなというふうに思います。はい。もうこれね、こういうタイミングがすごい重要ですよってことですね。はい、タイミング。も、ま、う、あ、こういうのは、あの、結構僕も好んで入れるやつかなと思います。かなり、なんか、あの、いい感じのタイミングですね。で、これだ、一応だから懸念点としては全開高値、高値付近だよと。だから、なんか、揉み合っちゃったらとっとと手締まいした方がいいかもしれないです。こういう場合ね。例えば、あの、 今回みたいにこういう風に、あの、要線ボンって出てるじゃないですか。で、出ないこともあるんですよ。で、出ない時っていうのは、まあ、えっ、ー、と、なんか、こう、こういう陰線。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こういう陰線ですね。なんか、ちょっとち、なんか、あのー、1400円を、を、なんか、高値圏にして、なんか、陰線が出ましたよ時、時っていう時は、なんか、もしかしたら切っちゃった方がいいかも。っていうような感じですね。なんか、あのー、それ見切りすごい重要なので、損をできる限り減らす、えー、まあ、パターンになるので、なんか、そんな風にやっていただければ、すごいいいんじゃないかなと思います。はい。 えっと、イグニスのチャート解析、解説。あごめんなさい。イグニスがどれだかちょっと覚えてないんですけど。あの、でもね、なんかコメントいただければ基本的には返していこうと思いますので。ね、ありがとうございます。こちらこそ。えー、っと、いつもありがとうございます。次の質問ですね。えー、っと、売りのポイントで前回高値とおっしゃる時がは多いんですが、ああ、前回高値、えー、近辺で売って高値を抜けたらもう一度買いということでよろしいのでしょうか。そうですね。えー、っと、まあ、よろしいっていうか、 うんと、買、買うんだったらっていうことです。要は、なんだろう、ええー、と、まあ、なんかいいチャートであるかな。なんかあの、よく、は、まあ、なんか話すところとして、これちょっと、それには適さないのになんか、違うチャートが出ればいいんだけど、あ、チャートが全然出てこない。日経平均でなんか、例えば、あっと、なんか、こういうレンジ券の時は、 避けた方がいいですね、さっきの。あのレンジ券、あ、まあ、レンジ券でもいいか。なんか、あの、散々揉み合って、えー、あ、まあ、レンジ券じゃなくて、ごめんなさい、ね。ちょっと、ま、なんか、いいチャート例が欲しい。あの、例えば、うんと、まあ、この辺にしましょうか。こんな感じで、なんか、あの、まあ、なっていくまあ、こういうチャートがあるとするじゃないですか。で、例えば、例えばですよ。なんか、これ20日戦に支えられたから、じゃあ、とりあえず試し打ちしてみようと。で、これは超えませんでした。超えなかったから手じまい。 で、まあ、ここ試し打ちしなくても、なんか、ああ、これ超えたんだな。じゃあ、超えたところで、これ一旦エントリーしようかなと。で、これ下がっちゃったから、これ手仕まい。でも、なんか、えー、っと、まあ、あ例えば手仕まいするとするじゃないですか。で、手仕まいして、まあ、この辺、ま、この高値だからちょっと微妙だとして、ここから一気に突き抜けたから、これエントリーみたいなね。だそういうことは全然ありです。だからあの、相場により系りなんですよね。だから、あの、これ上がってる時のレンジとか、なんか、あの、相場の流れで言えば、例えばこうやって上がったら、あちゃ違ゃ、なんか、 なんか書き方としては、下落したら、下落して、底根を固めてくれて上がる。こういうような形ってよくあるんですよ。で、この時によく、こう、W の字を、ま、こういう、もっとちっちゃいな、こういう W の字を描くことが多いんですよ。こういう W ね。で、こういう W の時を描いている時の、ここの高値こういうところは結構狙っていくっていうようなところです。こういうような感じですね。なので、こういう W を、W の右辺ですね。 右側の部分っていうのはすごい強くなるので、こういう部分は狙ってるよっていう感じです。例えばだからこういうところで、この辺で、例えばね、エントリーして、ここで一体手じましました。ただまた上がっていったらこういうところでエントリーするっていうのは全然あり。こういうなんかチャートの形ですよね。なので、何でもかんでも突き抜ければエントリーっていうわけではないっていうようなところです。こういうような W を見つけていくっていうのはやっぱね、相場の鉄則でございますので。そういうふうに思っていただければと思います。 はい、次。えっと、損切り方法はあらかじめ、え設定した、え設定して自動で損切りしてるんでしょうかそれとも確認した時に下がってれば切るんでしょうかこっちですね。確認した時に下がってれば切ってます。大体の予想はしとくんですけれども、まあなんか、自動では僕はやってないです。はい、そんなとこです。はい、じゃあ次。ええっと、 5日線と20日線の考え方は100株程度の低株でも通用するのでしょうか低通がいい形をしてるんだけど傷ついたんですが125円程度の株価なのでエントリーを躊躇してしまいました。あ,あんまりにも、まあ、あの、基本的にはあ、これは出来高を見た方がいいですね。金額よりも出来高。で、出来高があんまりにもちっちゃすぎるのは避けた方がいいです。まあ、ちなみに、なんかあの、 ま、あい,い、なんか金額で出来高じゃいくらかっていうのは特にね、あのして、設定は、設定というか指定はしてないんですけれども、例えばなんかもう売買が、まあなんか1万株しかされてないみたいな、そういうのはちょっと怖いっすよね。で、これだと、うんと、まあこんなのもう出来高がめちゃくちゃあるわけですよ。これさ、数えるのもあれなんですけど、1一1、ん一十0 100、1000万、10万、100万、1000万、だからもうなんか一千一千一千1000万ぐらいの出来高があるんで、こういう場合だったら全然、 なんか、まあ、結構あるな、みたいな判断ですね。だから、まあ、本当はもうちょっとあった方がいいんでしょうけど、あの、ただ、ほんと1000株としか、なんか、出来高がない場合ってのはちょっと怖いですよね。なんか、あの、表紙日記にボンってな,なりやすくなってしまうんで、まあ、ちょいと怖いかな。っていう,うなところです。はい。まあ、そんなところかな。なんで、この、金額を見ているってよりも、別にこんなんだって、例えば120円の株価と、120円の株価を1000株買うのと、1200円の株価を、えー、と100株買うのだって別に意味合い一緒なので、 どっちかって言ったら出来高を見られた方がいいですねで。あんまりにもちっちゃすぎるのはやめた方がいい。っていうようなところです。はい。じゃあそ、そのまま次いきます。えー、っと、いつもありがとうございます。えー、っと、5月26日に日経レバーを空売り入れてから、そのまま日経が上昇していく、み業になって大変なことになってしまうなかなか損切りする重機が出ません。損切りポイントは今後どう,やどう動いたらよいか、アドバイスをいただけないでしょうか。これですね、一番アドバイスができないやつで、要するに持っていて、<laughs> あの、なんか、まあ、簡単に言うと、持ってますと。今、小漬けになってます。どうしたらいいですか。 っていう質問だと思うんですよ。で、これもどうしようもないので、だって、あの、なんていうんですかね。 持ってしまって、結局それが損になって、もうどうしていいですか助けてくださいって言ってもうどうしようもないんですよ、これ。なので、一旦だからやり直すみたいな感じですかね。泥沼にはまる前に一旦やり直して。要は、これすごい重要な考え方って、結局その最初のエントリーの場所がすごく良くなかったんだよねっていうのが一つ。で、もう一つが、まあ何らかのルールに基づいて多分やられてると思うんですけど、その時のルールを破ってるんですよ。 損切りしてないっていうところで。なので、結局その戦いって、もうなんかルールも何もあったもんじゃないんだよね。ただのギャンブルなんだよねっていうことになるじゃないですか。なので、例えばじゃあこっから、あの、なんていうんですか。こっからじゃあ日経がじゃあ上昇、今上昇してますよと。で、こっから下落して、そうですよね。えっ、ー、と、上昇して含み損だから、下落したら利益になるんだと思うんですけど、下落する保証なんてどこにもないんですよ。なので、一旦リセットさせた方がいいかなと思います。当然そうになってしまってるから、多分心理的には嫌だ,だと思うんですよ。 でも、そもそもが、うんと、逆に、全く逆に行く可能性があるんですよね。今の損よりも、さらに損になったら、らそしたらかなり渋いじゃないですか。だからなんかもう宝くじになっちゃってるんですよもう、あの考え方が。もうギャンブルにかなり等しいので、これはあくまで株の取引っていうのは、トレードっていうのはギャンブルではないので、なんかもうなんで、これもう考え方としては、エントリーがまずまずかったと。で、ルールを破ってることがまずいと。だからそもそもの、えっ、ー、と、まあか、考え方っていう言い方はね、ちょっとおこがましいですけれども、まあ、その、そこに至るまでの過程がまずい。 なので、一旦切った方がいい。っていうこと。だ結果的にもしかしたらそれが利益になるかもしれないけれども、さらなる損になることを考えるんだったら、一旦切った方がいいよ。っていうようなところですね。もうこんなのどうしようもないので、ね、はい、もうしょうがないです。こんなのね。もう、うん、はい。なんで、あの、もうこれから、もうだ、それが悔しいと。えー、もう僕もそういう経験あるので、やっぱ、いやもう絶対日本と経験したくないよねっていうところを糧に、いや、まあね、もう本当スーパーハイパー勉強してもらえると、すごい,い,いんじゃないかなというふうに思います。 はい。じゃあ次行きます。えっ、ー、と、動画を見てから、僕の動画を見て、勉強してから、今までの損失がついに今日消えました。おめでとうございます。ね、なんか YouTube でタダで見れてね。なんかいいっすね。うん、はい。なんか、でもこういう風にね、やっぱ寄与していくっていうのは、すごい重要なことなので、まあ、なんかやっぱ、あのー、ね、トレードで利益上げていくためには、こういう風にやってもらえるとすごいいいんじゃないかなと思います。いろんな本や銘柄、デイトレなど、など、試してみたものの、どんどん損が膨らんでいきましたが、勉強して3ヶ月程度で、まさか消えるとは、なんで、夢のようです。本当にありがとうございました。 ま、このまま続けてってください、ぜひね。あの、ま、もっと奥が深いので、あの、なんかトレードって、もちろん、あの、いい時期にやれば、なんかたまたまね、うまくいっちゃいましたっていうのは短期的にあるんですよ。 例えば、5月、五月とかってもうひたすら上昇してたじゃないですか。で、なんかどんな相場でもやっぱり利益を出していきたい。うん、まあ当然残っただからそうなので。なので、なんかあの、まあこれからね、どういう相場になっても、まあ自分がその、どういう相場でも対応できる自分を作っていくってことがやっぱ大事ですよね。あの、必ず上がっていくとは限らないので。まあでもこれすごい重要ですね。なんか、なんかもうさすがでございます。ね。やっぱこれが重要。はい、じゃあ次行きます。えー、っと、 これメ柄ガですね。えっ、ー、と、本日、えっ、ー、と、オリンパス入りましたよと。本日は、ま、今日入ったって感じですね。今日。で、えっ、ー、と、5日線が、えっ、ー、と、やはり下向きで20日線を下抜けそうです。あ、買いましたと。上がっていくってことですね。で、えっ、ー、と、5日線を上向きまで待つべきでしょうか。まあ、下向いてんだったら基本的には、あの、なんですかね、待った方がいいと思いますよ。ま、そういうノウハウを、えー、提示してますので。そうなんですよ。 ああ、これは、これは、まあ入れるんだったら試し打ちじゃないですか。これでも結構いいチャート波形してるんで、あの、わかりますこう、あの、これ要は専門的には、あの、エリオット波動の形をね、うまく描いてますよね。多分、ああ、もうちょっと下からかな。でも、まあわかりやすいのは、い、まあ1波2波、3波、4波5波みたいなね。あの、わかりやすく、かなりこのチャートの、な、形がちゃんとこう、形成されてるんですよ。で、こういうやつっていうのは、できる、まあなんだろう、勝率はかなり高めなんじゃないですか、ね。 僕結構こういうの好きです。もうすごい見てわかるじゃないですか、要は。ええー、と、なんていうんですか、なんかあのーな、なんていうんですか、もうジェットコーサーみたいな感じですよね。上がって、下がって、ちゃんと下がったからもう一回上がって、下がって、上がって,って。で、こういうのを繰り返していって、要はあの、下落に入っていくので。なので、こういうのはすごいいいかなと思います。まあ、ただやっぱ、あの、を張ムまではやっぱ、み、あの、日線が右上を向いてた方が当然のことながらいいので、入れるんだったら試し打ちですね。 こうは試し打ち全然入れていいと思います。僕でも全然入れるかなみたいな感じですね。はい。まあ、ただなんか本エントリーちょっと怖いなみたいな。だから100、100%上がっていくっていう保証はどこにもないので、まだもうちょっと待った方がいいかもしれないですね。はい。そんなところです。ただ形としては結構いいですよ。なんかもう、でなんか麻雀で言うならば、あの、とりあえずテンパイはしてると。なんかあの、漫画のテンパイはしてるけれども、なんか街がなんかペンサン像みたいなね。 でなんか、しかも出上がりできねえ、みたいな、なんかそんな感じ。だから、なんか、リーチかけ、リーチはちょっとかけないよね、な。もうちょっといい街に変えたいよね、ぐらいな感じですとりあえず今、転配してまーす、ぐらいな感じ。しかも、満館でーす、みたいなね。あお、全然いいね、つって。そう、だせめてね、出上がりできるようにしてかと、か、なんか、リーチかけ、なんか、もうちょっとね、いい街でリーチかけたいよね、ぐらいな感覚で、麻雀で例えると、そんな感じです。はい。全然いいと思います。いや、すごいですね、なんか、あの、結構僕も狙うようなチャートを皆さん見られてるんで、なんかさすがでございます。 はい、じゃあ次行きます。えっ、ー、と、3116ね。3116を、えっ、ー、と、空売り入れて損切りしちゃいましたと。前回休みやと下がないこと、えっ、ー、と、1400前後まで世界は下がらないチャートだったと思ってますと。で、このチャートをちょっと分析してみてくださいと。えっ、ー、と、7月1日 ?7 月1日に空売りを入れました。そもそも7月1日に空売り、これあー、これ、これはね、 ああ、これね、なかなか渋いっすね。これはなかなか渋い気がする。うーん、これだ、多分、あれなんですよね。うん、僕のノウハウだとこれ一旦切っちゃうみたいな感じになりますからね。これなんか、あのー、 まあ、し、しゃーないかなぐらいな感じです。なんか、ちょっと出すぎちゃったな、みたいな感じですよね。これ多分、あの、20日戦を完全に超えてるから、多分、これエントリーをして、これ手芝居みたいな感じなので、うん、まあ、多分、これ我慢、うん、我慢っていう選択肢には基本的にはね、なりづらいと思うね。これはしょうがないかなっていうところですよね。うん。これはまあ、しょうがないかなと思います。で、例えば、なんかあの、なんだろう。うまあ、一回ぶつかってれば下落して、 要は、下落その、ぶつかって、まあ、確かにすごい下落しそうなんですよ。ただ、その、見、見た方がいいのは、もう、その、書いてあった通りですよね。例えば、ここで、まあ、多分このあたりでエントリーすることになると思うんですよ。だから、ま、今のチャートの1430円ぐらいですね、多分ね。1420円から1430円ぐらいでエントリーして、だこの差があんまりないんですよね、この差が。これ多分1370円ぐらいだと、とかだと思うんで、なんか、もうちょっと差がある方がいいです。差があった方が。 そんなところですかね。まあ、買いに保有してても、これ手仕まいみたいな感じになると思うので、前回安値にね、前回安値に並んでるもうヒゲなんで、まあ、こんなところで手仕まいかなと。なんか、ちょっと惜しいですよね。なんか、どうせ狙うんだったら、このです、ね、もうこれぐらい大きく下がってくれて、大きく上がってくれて、下落みたいな。そうすればこの差が出てくると思うんで、そういうチャートをより、えー、目指していけた方がいいかなというふうに思います。ちょっとこれ、なんか、もったいなかったですね。なんか、狙いとしては全然、なんか、あの、わかるので、はい。 なんか、もうなんかね、もう大好き麻雀で例えると、とりあえずなんか両面テンパイでなんかザングテンパイしたけれども、なんか親が一2 0 0 0のなんか、ね、なんかちょっと、12000に刺さっちゃいました。うわみたいな感じです。だもうなんかね、これね。うん、渋いっすよね。<laughs> わかります。でもこういうのは、あの、コツとしてはもうちょっと下落して、だから安値がもうちょっと安いところですね。安値が安いっておかしいな。あの、もうちょっとこの差,が差額を探すと。これすごい重要です。次のテクニックになるんですけど。まあそんなのをね、やってもらえたらすごいいいんじゃないかなと思います。 はい、じゃあ次行きます。えーっとですね。えーっと、初めてコメントさせていただきます。よろしくお願いします。えーっと、伊藤忠商事を入れましたよと。えーっと、7月10日に、えーっと、空売りを入れましたが、えーっと、要請が出ちゃったので、えー、損切りしましたと。取引内容に達は納得してるんですが、金曜の段階で売りは早かったかな、というようなところですね。まあ、とりあえず見てみましょう。えーっと、8001、伊藤忠。これは、 ああ、これもだからちょっとさっきと同じような感じですかね。これは、これはちょっと微妙なラインですよね。これだって多分こ、これが10日だから、これが金曜ですよね。で、ここ,こまでって、今の、なんだろう。一応テクニカル的にはこう,いう、ね、こういう三角形が描けるんですよ。だからちょっとどっち行ってもおかしくないみたいなところなんですよね。 うん、なんで、なんか、下落するときって、さっきのチャートみたいな、こういう感じの下落チャートの方が多いんですよ。で、この、この違いですよね。あの、要は、一旦下がって、大きく下がって、ぶつかって下がっていくみたいなのがすごい多いんですけど、これって、なんかあの、なんていうんですかね、あの、下がりきってないんですよね、全然。 下がりきってなくて、で、なんか同じところをうろちょろしてるんで、どっちに行くか方向性が違うと。なので、確かに20日戦と5日戦は違うんだけれども、もうちょっと対局で見られた方がいいかなと思います。これは、なんかあの、チャートの形がさっきのこのトヨタとは全然まるで違うというような感じですね。なので、なんかあの、そう、パッと思ったのはそういうような感じ。だから、これは、ちょっと微妙な、微妙なライン。なんかあの、要は下落しきってないんですよ、これ。しきってないから、しきってないし、別に反発してるわけでもないから、ちょっと、 そう、空売りではちょっと違うかもしれないみたいな感じです。なので、これはだから移動平均線だけで見たら確かに下落しそうな感じ。別にそれはそれでなんか、下がりそうなチャートであるんですよ。この形って、この三角持ち合いって別に上にも下にも行きやすい形なので、ただそれよりもなんか気をつけなきゃいけないのは、これ、要は安値をこう切り上がってますよね。切り上がってるところでの空売りっていうのはちょっと気をつけた方がいい。 っていうようなところです。基本的にね、そういうふうに見ていくのがすごいす、まあセオリーかなというような感じなので、ちょっと見方としてはね、こういう見方もあるよっていうふうに見ていただければと思います。なので僕、このチャートは、まあ基本的には入れないと。確かに移動平均線だけだとね、入れやすくなるんですけどね。まあそんなような感じです。これはなんか、いい、でも本当なんか、いい、いい経験っていう言い方編ですけども、なんかあの、移動平均線は確かにそういうふうに見,見てるのは、もうもちろん、 まあ正解っていうか変ですけど、見方は全然正しいです。ただ、あの、なんか違う、なんてうんですかね、えっと、ま、見方をしているならば、ちょっとまだ早かったかな、みたいなふうに思っていただければと思います。はい、じゃあ、えっと、次行きましょうか。これ最後かな。テクニカル分析のスキルを上げるために見解を伺えればと思います。えっと、顔の銘柄を空売りすることも考えられると思います。8日ですね。 私としては、えっ、ー、と、試しの空売りぐらいかなと思ってます。理由はン事件にあること、えー、利幅がある押し目ではないこと、えー、前回安値との開きがあまりない、えー、前回安値に近いこと、前前日前日の要請は20日線に支えているとは言えないこと。以上の、えー、と以上の理由から空売りをするとしても試しぐらいかなと思いました。えー、まあ、スキルアップのため、ね、こういうのいいですね。なんかあの、結局検証していきましょうみたいな感じだと思うんで、こういうの見ていくとすごいいいかなと思います。 はい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 。あー、なるほどですね。これ8日ってここかなはい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 。あこれは、そうですね。これは、えっと、なんかあの、入れてみてもいいからみたいなチャートですね。ね入れてみても。だこれは、あの、さっきのチャート違って、要はその、一旦こう大きく下落してるじゃないですか。下落してぶつかりました。 で、確かに入れやすい部分です。ただ、その、まあ、おっしゃってる通りですね。ここが全開安値になるので、ここで入れたところでどこまで下がるんですかね、疑惑があるので、まあ、ここで入れるのは確かに、あの本エントリーじゃなくてもいいかなと思います。これね、なんか、ここで、この辺が安値になっちゃうので、で入れてもいいかなと思いますよ、実際ね。はい。まあ、でも、からあの試し打ちでも全然いいかなっていうところ。どうせなら、なんか、この辺が全開安値とかじゃなくても、この辺が全開安値って、もう、はっきりね、わかるようなチャートだったら全然。 何ですかねえっと、こう上がって、いもうなんかこういう押し目がない状況ですね。今こう上がって一旦押し目作って上がって下落して1っていう、こういうふうな下落っていくらでもあると思うんですけども、どっちかって言ったらなんか、こうね、上がもう一気に上がってくれて下落、一旦上昇とかだったらこの辺に要は安値がね、あの、なんだろ、あの、前回安値っていうのが存在しない状況だと思うんで、そういう状況だったら、例えばここが、 ここでエントリーして、ここは全開安ねとかが、まあなんかあからさまに分かる状況だったらすごいいいんじゃないかなというふうに思います。はい。なんでそうですね、この幅ってやっぱすごい重要なので、そういう意味では入れてもいいかなっていう部分。なもう見解通りですよ。なので、多分この幅が全然ないから、まあなんかちょっと入れづらいよねっていうふうに思っていただければすごいいいんじゃないかなというふうに思います。なんでなんかこういうね、なんかあの実際のトレードスキル向上みたいな、こういう質問って僕すごい重要かなと思いますので、なんかあの、 ありがとうございます。なんかそういう質問でね、ああ、なるほどな、こういう風に見てるんだな、みたいな、ええー、という風になんか見ていただけるとですね、なんかいろんな方も見ていただいて、ああ、なるほどな、と思っていただける部分が出てくるんじゃないかな、という風に思います。ありがとうございます。なんでね、そう、こういう風な感じで,ですね、まあいろんなコメントいただければですね、まあその都度返していこうかな、という風に思っておりますので、まあ今回も動画はね、ああ、なるほどな、と見ていただいて、これってどうなんですか、あれってどうなんですか、というコメントはですね、まあぜひね、なんかいろいろ入れていただければすごいいいんじゃないかな、という風に思います。ということで,ですね、まあ本日の動画はこれにて以上になります。この動画もね、 ぜひよかったら高評価ボタンを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまたありがとうございました。